グレネルグトラムは南オーストラリア州で公共交通機関を運営するアデレードメトロが所有する路面電車路線である。1958年11月22日に市内の路面電車網が廃止されて以降、アデレードに残る唯一の路面電車となっている。グレネルグトラムと旧ホールドファスト米鉄道の路線図紫色の線は、グレネルグトラム青色の線は、 旧ホールドファスト米鉄道、グレネルグトラムのルーツは、1873年4月2日に、開業した私鉄のグレネルグサブアーバン鉄道に、遡る。路線は1600ミ、mm、リメートルの非電化路線で、蒸気機関車が、客車や貨車を牽引していた。一方、1880年5月24日には、平行路線である、ホールドファスト米鉄道が、 南オーストラリア鉄道の路線を使って営業運転を開始したが、1882年に両社は合併し新たにグレネルグ鉄道となり、1889年に南オーストラリア鉄道に吸収された。1927年に南オーストラリア鉄道が所有していたグレネルグトラム及び旧ホールドファスト米鉄道の路線の所有権は、 南オーストラリア州の公共交通管理組織である地方都市路面信託へと移管した。そして1929年4月2日をもって蒸気機関車による運行が終了し、1929年12月14日に 1435mm の電化路線として再度開業した。その後、1958年11月22日に、 アデレード市内の路面電車網が全廃して、以降はアデレード唯一の路面電車として残り、電化開業時に導入された H 型電車が長期にわたって使用された。過去には小荷物や郵便輸送も行っていたほか、1930年から1939年にかけては、モペットビル競争場へ向けての競争場の輸送も実施していた。なお、 旧ホールドファスト米鉄道の路線については、グレネルグトラムの電化開業と同時に廃止されている。延伸後のアデレード市内の路線図2003年5月、南オーストラリア州政府は5600万オーストラリアドルをかけて、グレネルグトラムの近代化及び新車導入を実施することを発表した。これに伴い、2005年6月5日から8月7日に、 かけて、グレネルグトラム全線を運休する形で、改装工事が実施され、超低小電車に合わせた電停のかさ上げや、コンクリート枕木への交換が行われた。また2006年からは、初の超低小電車である100型が営業運転を開始し、H 型の大半が営業運転から撤退した。そして2007年10月14日には、 電化開業後初の路線延伸が行われ、ビクトリア広場停留所からアデレード駅を経由し、シティウエスト限定まで向かう平洋軌道路線が開通した。さらに2010年3月7日には、シティウエストエンターティメントセンター限定間の路線が延伸開業した。また、2016年には新たに市内区間に2つの支線を建設する計画が発表されたが、 交差点の再開発や河川の故障などの影響で正式開業は計画よりも遅れており2018年7月現在植物園方面は混雑時フェスティバルプラザ方面は祝日のみの運行となっている2018年1月現在平日土曜日曜祝日の3種類のダイヤが存在する多くの列車はエンターティメントセンター電停と モーズリースクエア電停の前線を走行するが、エンターティメントセンター方面の平日の一部列車、モーズリースクエア方面の午前中の一部列車は、区間運転を実施している。なお、アデレードの市内区間である、エンターティメントセンター電停、サウステラス電停間の運賃は無料である。1929年の電化開業に備えて、製造された車両。 インターアーバン路線であるクレネルグトラムでの使用に備え全長17メートル級の長大車体を有していた。ほか連結機を備え混雑時などには連結運転も行っていた。車内は中央部で仕切られており、開業時は女性用の禁煙フロアと男性用の喫煙フロアに分離されていた。電化開業時から21世紀まで75年以上に 渡りグレネルグトラム唯一の形式として活躍し、1986年には終電装置をポールからシングルアームに変更したほか、2000年にも5両が近代化改造を受けた。1990年には1両がレストランカーに改造されたものの定期運用が行われることはなく、2005年に廃車され、博物館に譲渡された。 なお1952年からは銀色を主体とし、赤帯を配置した塗装に変更されたが、1971年以降登場当時の濃い赤色を主体とした塗装に戻されている。100系の導入によりほとんどの車両が2006年までに引退し、パースやメルボルン、ベンディゴ、シドニーなど各地の路面電車博物館への譲渡が行われた。近代化改造が行われた5両は、 以降も、週末のみ使用されていたが、200系の導入により2011年に3両が廃車され、2015年現在は2両が在籍する。グレネルグトラム近代化の一環として導入された3、車体連接式の超低床電車。ボンバルニアが手掛ける、超低床電車ブランドである、フレキシティのうち、ドイツのフランクフルトアムマインシデンに導入された、 フレキシティクラシックをもとに設計が行われている。動力部は従来のボギー台車を採用しており、走行時の安定性やメンテナンスの容易さに貢献している。2005年11月に最初の編成がアデレードに到着した後、2006年1月9日から営業運転を開始し、2015年現在15編成が導入されている。路線延長に伴う、 車両増備や H 型置き換えのために導入された後車体、連接式の超低床電車。アルストムが展開する超低床電車、シタディス302である。元は、スペイン・マドリードのライトレールに導入される予定であったが、計画変更に伴い余剰となってしまい、クレネルグトラムに譲渡された経緯を持つ。二千九年五月に六編成の譲渡契約が、 成立したほか、2017年には路線延伸に伴う列車本数の増加に合わせて新たに3編成の譲渡が決定した。これらは2008年に製造されメトロリヘイロに導入されたものの、その後10年間使用されることなく、車庫に保管されていた編成である。ありがとうございます。